アマリロ、テキサス州。アマリロ、とは、アメリカ合衆国南部のテキサス州北端部のポッター郡にある都市である。郡庁所在地であり、同郡において最大の人口となる都市で、2010年現在約19万人である。ただし、地域は南に隣接するランドール郡にもまたがっている。しかし、周辺の人口が少なく、4郡にまたがる。 都市圏でも20万人台の規模にとどまる。付近はパンハンドル、パンハンドルと呼ばれる地区にあたり、オクラホマ州の中に深く入り込んでいる。なお、パンハンドルとは、フライパンの柄状の細長い形に由来するアメリカ英語である。1887年に鉄道建設とともに町が形成され、肉牛の積み出し地となり、天然ガスと石油の発見により発達した。 製粉、アエン製錬、合成ゴムなどの工業が発展している。また、ヘリコプター製造の拠点になっており、ベルヘリコプターやボーイングなどの工場があり、オスプレイの最終組み立ても行われている。かつては、ヘリウムガスの生産で知られ、ヘリウムキャピタル・オブ・ザ・ワールド、世界のヘリウムの都と称された。また、署名がスペイン語で、黄色、アマリージョ、アマリーを意味することから、 The Yellow Rose of t e x の黄色いバラとも呼ばれる。近年では V-22 軍用垂直離着陸機の組み立て工場が同市に位置していることから、ローターシティ、USA、アメリカのローターの街と呼ばれている。また、畜産の中心地でもある。市名の由来は近辺に位置するアマリロ湖、アンリロレイクとアマリロ川、アンリロクリーク、アマリロ湖の記事に、 記述あり。などとともに、古岩や菓子の土が黄色であったことから、スペイン語黄色を意味する。この名が付いているという説が有力であるが、この一帯に自生する野草が春、夏に黄色い花を咲かせることからという説もある。氏名はスペイン語由来ではあるが、英語風に、アマリロと発音される。グレートプレーンズの南部に位置している。砂漠性の土壌で排水性が良くないため、 降った雨は蒸発するか、地中に染み込んでいくか、プラヤと呼ばれる砂漠特有の水たまり状の浅い湖へと流れむ。アメリカ合衆国統計局によると、都市の総面積に 133.9km90.3 ミで、このうち 232.7km89.9 ミが陸地で総面積の0.50%である 1.2km 0.4ミが水域となっている。標高は約1099メートルである。市の北東約64キロメートル40ミにはアーカンソー川の支流であるカナディアン川が流れている。カナディアン川の人造湖であるメレディス湖は、東市や周辺一帯の重要な水道水源の一つとなっている。また、グレートプレーンズに広く分布している。 小柄らら耐水層の地下水も重要な水道水源である。同市周辺には原油や天然ガスも多く埋蔵されており、ポッター郡はその中でも最大の天然ガス埋蔵量である。市の南約4 0キロメートル、2 5ミ m にはテキサスのグランドキャニオンと呼ばれるパロデュロキャニオンという峡谷が刻まれている。パロデュロキャニオンはアメリカ第2の規模を誇る峡谷で、 中立公園にも指定されている。人口と商業は主に市の南部と北西部で増加、発展している。テキサス州北西部の他都市同様、市中心部は長年にわたって衰退が続いていたが、こうした事態に対し、再活性化を目的として、センターシティオブアマリロ、センターシティオブアンリロが組織された。1990年代、同組織は、市内の通り2本にアーチを設けて、 理科を画索、壁画を描くなど公に広く開かれた美術プロジェクトの講演を行い、市中心部でのパーティーを開催した。1971年に市街地に建てられた31階建てのチェースタワー。チェースタワーは、ダラスとデンバーの間では最も高いビルである。このオフィスビルは混流当時は、SPS タワー、SPS タワー、ついで、バンクアンセンター。 バンクワンセンターという名称で呼ばれており、現在のチェースタワーというのは3番目の名称である。1930年に建てられたサンタフェビル、サンタフェビルディングは、アッキソン・トピカンド、サンタフェ鉄道の支店が置かれていたビルであった。しばらくの間気になっていたが、1995年にポッター軍が42万5000ドルでビルを買い取った。 当時の歴史的な建造物は1900年から第二次世界大戦までの経済成長を特徴づけるものとしてアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。市街地のポルク通り沿いにはそうした歴史的建造物が多く立ち並んでいる。歴史的な豪邸は通りの西側に多く建てられた。当時においては毎朝日の出を見られるということが地位の象徴だったらである。 アメリカ合衆国内の多くの都市同様、五番の目のように通りが整然と区画されている。初期の市の通りは、ウィリアム・エイチ・ブッシュ、ウィリアム・エイチ・ビュッシュによって区画された。ブッシュによる通りの区画は、市の西端から始まり、順繰りに東へと向かっていくという方法で行われた。また、南北に走る通りには、歴代大統領の姓が、就任順につけられた。ただし、 第六代大統領ジョン・クインシー・アダムズだけは、第二代大統領ジョン・アダムズと同じ姓であるため、除外された。このように通りの名に関されているのは、第二十二代大統領グロワー、クリーブランドまでである。その後も東への死の拡張は続いたが、新たに区画された通りの名にはそれ以後の大統領の、姓が付けられることはなかった。市街地を走る通りには、レンガで舗装されているものもある。 これは1910年に市内の道路がレンガで舗装されたことの名残である。2003年現在、市内のレンガ舗装の道路の総延長は 26.1km に及ぶ。また、市街地には1914年に地元の新聞社の提唱で植えられた街路樹も多く残っている。市内には公園も多い。市の公園、レクリエーション局。 パークスレクレーションデパートメントは50に及ぶ、市立公園を管理している。市の西側には、スケートパーク、スケートボードや、インラインスケートを楽しむためのリンクもある。市内の公園の中でも特に規模が大きいものには、メディカルパーク、メディカルパーク、トンプソン記念公園、トンプソンメモリアルパーク、及びアマリロ大学のワシントンストリートキャンパスに近い、メモリアルパーク、メマールパークがある。 標高が高く、年間降水量が500ミリメートル弱と乾燥しているため、気温の年角差、比較差が共に大きい。市とその周辺の気候は、摂氏30度を超える、暑い夏の日中と氷点下まで冷え込む冬の夜に特徴を付けれる。冬にはブリザードが吹き荒れることもあり、観測史上最高気温は、摂氏42度、下市108度で、最低気温は、 氷点下27度、カシマイナス16度を記録している。また、竜巻街道、トルネードアリーと呼ばれる、アメリカ合衆国内でも、特に竜巻が頻発する地帯の中に位置している。玄関口となっている空港は、市の東約1 1トルに位置する、リックハズバンドアマリロ国際空港、である。空港名は2003年にスペースシャトルコロンビアの事故で世を去った。 同志出身の宇宙飛士、ビッグハズバンドにちなんで名付けられている。空港敷地の一部は、かつての空軍基地から民間に転用されたものである。サウスウェスト航空をはじめとする航空各社が就航しており、ダラスフォートワース国際空港、ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港、ヒューストン、アルバカーキ国際空港、デンバー国際空港、マッカラン国際空港、 ラスベガスからの直行便がある。当時は、周回高速道路、I、I-40 と I-27 の分岐点となっている。I-27 は南約 200km に位置するラボックへと通じている。また、大陸を横断する幹線である I-40 が、以前のルート66に代わり当市の市街地を東西に貫いている。 アルバカーーキは西に約 460km、オクラホマシティは東へ約 410km である。また、これらの都市へはグレーハウンドでも行くことができる。現在、アムトラックなど旅客鉄道の便はないが、貨物鉄道による輸送においては重要な拠点の一つである。BNSF 鉄道やユニオンパシフィック鉄道はそれぞれ当たり市への路線を持っており、 貨物列車を頻発させているこれらの鉄道では根気な輸送や一般消費財をはじめ穀物や石炭の輸送も行われている地域交通機関としてはあまり路市交通局アクトが運営する路線バスが市内および周辺をカバーしているさらにアクトはパラトランジットと呼ばれる障害者用の特別な交通手段となるための ミニバンやライトバンの便も用意している。路線バスは年間約35万人。パラトランジットは年間3万人ほどの人が利用している。しかし、利用客数は減少してきている。アクトは路線数の削減を予定していない。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成ヒスパニックラテン系。 の人口は1990年国勢調査時に比較して63.35%増加している。年齢別人口構成、世帯と家族、大世帯数、収入と家計、アフリカンアメリカンの世帯では収入1万5000ドル以下の世帯が37.5%を占める。これは白人世帯の17.59%や、 ヒスパニック世帯の22.08%に比較して極めて高い値である。また同市のアフリカン・アメリカンの人口の34.6%が貧困状態にある。貧困率が白人では人口の10%、ヒスパニックでは人口の22.8%であるのに比較し、これも極めて高い値であると言える。九百十三年テキサス州で 初、全米でも5番目となる、シティマネージャー制を採用した。当市においては、選出された5名の委員が、市政の実権を有し、そのうち1名が市長となる。市長及び、各委員の任期は2年である。委員会は、条例の制定、施行、法規の採択、及びシティマネージャーをはじめとした市の役員の選出を、行う。このシステム下においては、 市長は実権を有する委員の代表である一方で、シティマネージャーは、市政の長であり、その全てに対して、責任を有する。市の定例委員会は毎週火曜日に開かれている。テキサス州北西部、ニューメキシコ州東部、及びオクラホマ州極西部の経済の中心地である。畜産は、市の主産業で、 アメリカ合衆国内の牛肉の生産量のおよそ1、4が生産されている。また近年においては、落農がカリフォルニア州から当お及びその周辺へと移ってきている。特に落農の中心となっているのは、成功のヒアフォード市である。これに伴って、市では乳製品の生産量が急増してきている。また、市の周辺では、考え農業による小麦やトウモロコシの生産も、 盛んである。近隣に豊富な油田やガス田を有するため、石油化学産業も発達している。かつてはヘリウム産業で知られたが、1990年代後半に連邦政府が当地のヘリウム工場を民営化してからは生産量が激減し、1999年ベルヘリコプター社はあまり路国際空港の近くにヘリコプター組み立て工場を設置し、 創業を始めた。2005年のアメリカ合衆国労働統計局のデータによると、産業別個人所得費の上位産業種は次のようになっている。また、主要な雇用主には次のようなものがある。市の売り上げ税で運営されているあまりろ経済開発公社 e ー c は市内で営業している、あるいはこれから参入する見込みのある雇用主に対し、 積極的なインセンティブパッケージを設けている。1990年代中盤から後半にかけては、イークは全米の企業に対して偽の小切手を送りつけたり、ウォールストリートジャーナルに全面広告を出したり、アメリカン航空の投資への便を存続させるために100万ベイドルにも及ぶ賄賂性の強い助成金を送ったりと悪評が立つことが多かった。しかしその一方で、 ベルヘリコプターテクストロン社による V-22、に軍用ティルトローター機の開発を成功に導いたことや、マリーン1の組み立て工場の誘致も予定されていることなどは、イいクの功であると言える。2000年の国勢調査によると、25歳以上の市民のうち 79.、79.3%は高校を卒業している。また、20.5%は、学士以上の学位を有している。 同調査における全米平均は高校卒業以上80.4%、4年生、大学卒業以上24.4%であり、数値はいずれにおいても全米平均よりやや低い。当資における計 -12 課ほどの教育機関は、あまりろ独立学、エイスドとキャニオン独立学、シスドによって運営されている。エイスドは約2万9千人。 シスドは7000以上の生徒をそれぞれ抱えている。エイスドは小学校36校、中学校9校、高校4校を運営している。このほかエイスドは成績優秀者のための特別学校やオルタナティブスクールも運営している。一方、シスドの運営する市内の学校は小学校4校、中学校2校、高校1校である。このか、リバーロード、リバーロード、 ハイランドパーク、ハイランドパーク、ブッシュランド、ブッシュランドの各独立学区も市内に学校を置いている。これらの学区の管轄下にある公立学校のほか、私立学校もいくつかある。また、市内及び周辺の高等教育機関としては次のようなものがある。これらの大学の図書館は公立図書館と共にハリングトン図書館コンソーシアム、 ハリントンライブラリーコンソーシアムに参加している。これは市内及び周辺の図書館が提携し、造書など知的資源の共有を進めていくというものである。公立図書館の本部は市中心部にあり、周辺の4支部の運営を兼ねている。1887年4月、J.T. ベリー、J.T. ベリーは、フォートワースデンバーシティ鉄道。 中北西部に延伸させるにあたって町を建設するべく沿線で水源に恵まれた地域を探していた。ベリーやコロラドシティの商人たちは中北西部の主要な交易拠点となる町を求めていた。同年8月30日、ベリーの建設した町が郡庁所在地に選ばれた。町は当初おにいだ、おねだと呼ばれた。後にこの町はアマリロという名になった。 開明当初はスペイン語式の発音がなされていたが、一年も経たないうちに、現在の英語式の発音で呼ばれるようになった。タスコ・ーサパイオニア氏、タスコ・ザ・パイオニアの編集者、チャールズ・エフルドルフ、チャールズ・エフルドルフは、ホートワースデンバーシティ鉄道の従業員が、町名のスペイン語式の発音を無視しているのを、非難していた。やがて町名の発音そのものが、英語式になったことで、 ルドルフが危惧していたスペイン語式発音の喪失は的中した形になった。この頃建てられた家のほとんどは町の解明に伴って黄色に塗られていた。鉄道交通や貨物輸送の便があることから町は軍庁所在地に選ばれた後肉牛取引の中心地として急速に発展していった。1888年7月19日後にファーザーオブアンリド。 アマリロの父と呼ばれることになる、ヘンリー B ・サンボーン。ヘンリー B ・サンボーンは、ベリーの町は土地が低すぎて、大雨の時に洪水に見舞われる恐れがあるとして、町の東側の土地を購入し始めた。また、サンボーンは新たに購入した地域に産業を移転させ、町の拡張を促すため、用地を確保し、資金を援助した。サンボーンの、こうした活動は、地元の人々の共感を呼び、 ポルク通り、ポルックストリート沿いの新たな商業中心地への産業の移転が進んだ。翌1889年に大雨によって、ベリーの町が洪水に見舞われると、サンボーンの町への人口移転がさらに進んだ。こうして、サンボーンの建設した町は人口と産業を集め、1893年に新たな群長所在地に選ばれた。 1890年代終わり頃には、当地は世界有数の肉牛出荷地へと発展し、人口が激増した。1900年代に入ると、市の周辺で小麦をはじめとした穀物の生産が増え、それに伴って、カントリーエレベーター、製粉、飼料生産の中心地になった。やがて1918年には、天然ガスが、3年後の1921年には、 原油が発見され、石油、ガス産業が発展していった。1927年、連邦政府はヘリウムの埋蔵量が豊富な周辺のガス田を買い取った。2年後の1929年には、連邦工業局がヘリウム工場の創業を始めた。その後しばらくの間、この工場は世界のヘリウム生産を独占していた。現在、この工場内のブッシュドーム貯蔵庫、 ビュッシュドームレザーベオーでは国の方針のもとにおいてヘリウムが備蓄されてる。鉄道交通の整備も進んでいった。ホートアースデンバーシティ鉄道に続いてアッキソントピカサンタフェ鉄道やシカゴロックアイランドパシフィック道が当地への路線を持つようになった。これらの鉄道三社はその後長く20世紀のほとんどにわたって当地に旅客や 貨物の駅を多数構え、修理施設を置くなど、市内及び、周辺の主要な雇用種であった。1930年代、周辺は土壌流出に見舞われ、また大恐慌の影響を受けるようになった。しかし、65五線、87号線、287号線、そして66号線の4本の国道が交わる、交通の要衝であったことが幸いし、 これらの国道を利用する旅行者で賑わうようになった。市内にはモーテルやレストラン、さらには骨董品店までもが立ち並んでいった。産業は第二次世界大戦の軍事需要によってさらに発展した。市には空軍基地が開設された。また爆弾や弾薬を生産する軍需工場も設立された。これらの軍需施設は戦後一旦は閉鎖されたが、 世界が東西冷戦構造に入ると1950年に軍需工場の方は核兵器を生産するために再び操業を開始した。その翌年には空軍基地も拡張して再開された。これら軍需施設の再開によって市は不況から脱却した。1950年から1960年にかけては、 軍人やその家族が大量移住したことによって人口が74,443人から137,969人へと一気に増加した。しかし1968年12月31日に空軍基地が閉鎖される年の人口は減少に向かった。1970年の国勢調査では人口は127,010人であった。 1970年代に入ると、同精錬大手の社、本社アリゾナ州フェニックス市、ネブラスカ州に本社を構える精肉大手の社、ガラス繊維世界最大手のオーベンスコーニング社といった大企業が工場を構えるようになった。1980年代に入ると、地域は隣接する軍にも広がった。また当市と並ぶ、州北西部の主要都市であるラボックに通ずる習慣。 高速道路 I-27 も開通した。これらの新しい産業や、交通の発達によって市は、基地閉鎖以降の不況から脱却し、他のサンベルトの都市同様、急速な発展を遂げている。周辺にはいくつかの名所が存在する。市の南には、グランドキャニオンに次ぐ規模を誇る峡谷、パロデュロキャニオン、パロゼロキャニオンが刻まれている。州立公園にも指定されている。 この峡谷の崖には、灯台のような形をした柱状の巨岩が、そそり立っている。市の北約4 8トルには、アリベーツカドイシ採石場跡国指定モニュメントもある。同モニュメントは、メレディスコ国指定レクリエーションエリア、レイクメルデイスナショナルレクリエーションエリアの一部にも、なっている。市の南東約ロメートルには、州指定の倍ン保護区であるキャブロックキャニオンズ、 中立公園がある。当地出身の奥万長者で芸術家でもあるスタンレーマーシュ三世は市の芸術プロジェクトに多大な資金を援助し、また制作においても貢献した。中でも有名なのはキャディラック十代の戦闘を地中に沈めて立たせ派手なペイントを施したモニュメントである。このモニュメントは市の西周回高速道路 I-40 沿いに位置している。 この他に、マーシュの手掛けたプロジェクトの中で知名度の高いものには、ダイナマイトミュージアム、ダイナマイトミュージアムがある。これは、偽の道路標識を街中へたるところに設置し、オジマンディアス、オジマンディアスという巨大な像に見立てるというものである。この像は、本体から切り離された日本の足と古代世界がいかにして、ラボックの学生たちによって荒らされたかを、 説明する、偽の石踏みからなる。しかし、マーシュの創作物の数々はその知名度の高さにも、かかわらず、芸術的価値は、ほとんどないという批判を受けている。これに対し、マーシュは、芸術は合法化された狂気であり、その点では、私はとてもよくやっていると答えている。当市には、カウボーイやテキサスの文化を伝えるイベントや施設がある。 9月第3週の間、市では、トライ・ステート・フェア・ロデオ、トリ・ステート・フェア・ロデオというイベントが開催され、1921年から続いている、この伝統あるイベントには、テキサス・オクラホマ・ニューメキシコの3週から参加者が集う。アマリイロ・ナショナル・センターでは、乗馬コンテストをはじめ、自動車レースやロデオなど多彩なイベントが開催される。アマリシベック・センターでは、 毎年11月に、同市に本部を置く、現役牧場カウボーイ協会の公演の元ロデオ世界選手権ザ、ザワールドチャンピオンシップランチロデオが取り行われる。毎週火曜日には、歴史あるアマりロ家畜取引所が、肉牛のオークションを行う。周回高速道路、I、i-40 沿いにはビッグテキサンステーキランチ、というステーキレストランがある。モーテルも有する。 このレストランは1960年に国道66号線沿いに建てられ、1時間以内に食べ切ると無料という約2ラム、72オンスのテキサスサイズのステーキで創業以来有名である。2006年、市中心部の再開発の一環として、シビックセンターの向かいにグローブニュース、演技芸術センターが開館した。この最新の劇場は1300名の収容能力を、 誇り、アマリロオペラ、アマリロシンフォニー、およびローンスターバレエ団の公演が開かれている。ヒエーリのコミュニティシアターグループである、アマリロリトルシアター、アンディロリトルテアトルは、9月から翌5月までの期間限定で各種の公演が開かれている。このグループは、市中心部の西に2カ所の劇場を抱えている。パロデュロキャニオンの野外劇場では、夏の間、テキサス、 テクサスというミュージカルの公演が毎晩行われる。このミュージカルはテキサス州北西部の入植者たちの歴史を描いたものである。2002年に37年間用いた台本がより、史実に忠実なものに変更され、それに伴ってタイトルもテキサスレガシーズ、テクサスレガシスと変わったが、観客動員数が減少したため、2006年の公演では、 元の台本に戻すことになった。当時には、アメリカンクォーターホース協会、赤、が本部を置いている。ダーソカは、アメリカンクォーターホースという競争場の種の保存、改良、及び記録保持に尽力している、国際的な機関である。赤は、博物館も有している。また、ダーソカと、センターシティオブアマリロの共同公演の下夫婦プリンツ・オブ・ザ・ アメリカンクォーターホースという美術プロジェクトも行われた。これは地元企業が馬の像を購入し、地元の芸術家が像に色をつけるというものである。市内の大学も芸術施設や博物館を有している。アマリーロ大学のワシントン通りキャンパスは1972年に開館した美術館とコンサートホールを兼ねる建物を有している。また、同大学は 全米の2年生大学で最大の自然史博物館も有している。また、西テキサス農工大学のキャンパス内には、テキサス州最大と歌うパンハンドルプレーンズ歴史博物館がある。ハリングトン地域医療センターの近くにあるドン、ハリングトンリスカバリーセンターは、宇宙劇場と60以上の展示物を有する科学館である。 館内の展示物はすべて触れることができるものである。館外にはヘリウムモニュメント、ヘリウムモニュメントと呼ばれる鉄製のモニュメントがある。このモニュメントはタイムカプセルを有しており、当時をヘリウムキャピタル・オブ・ザ・ワールド、世界のヘリウムの都と称している。ディスカバリー・センターの近くにはアマリロ植物園、アンリロ・ベタ・ニコル・ガーデンスもある。市内及び 周辺の著名な博物館には他に次のようなものもある。主要な新聞は、モリスコミュニケーションズ社が刊行するアマリログローブニュース誌である。同誌は、アマリロデイリーニュース、アンリロデイリーニュース、アマリログローブ、アンリログローブ、およびアマリロタイムズ、アンリロタイムズの3誌を統合したものである。市内で出版されている主な雑誌としては、月刊誌アクセントエースと、 アクセントウエストや赤の出版物であるアメリカンクォーターホースジャーナル、アメリカンクォーターホースジャーナル及びアメリカンクォータースケーバージャーナル、ザ・アメリカンクォーターホースレイシングジャーナルが挙げられる。テレビ市場は全米第131位の規模で全米ネットワークテレビ局5局が主局を置いている。また、独立系の k c p n チャンネルや スペイン語での放送を行うテレムンド系のクットも36チャンルもある。また、ラジオ市場は全米第195位の規模である。ポップカルチャーの中にも、当時の名は多く登場し、題材とした音楽としては、カントリーミュージックの楽曲、アマリロ・バイ・モーニング、アンリロ・バイ・モーニングや、ナット・キング・コールのジャズ・スタンダード、ルート66、2005年に7週にわたって、 UK シングルチャート1位に輝いたトニー・クリスティの恋のあまりろ、現代、アンリ・ロ・ニール・セダカ作詞、作曲が挙げられる。また、インディ・ジョーンズシリーズの3作目であるインディ・ジョーンズ、最後の聖戦の撮影が行われた地でもある。スポーツでは、プロレスのドリー・ファンク・シニアが、本拠地として活動し、彼の息子ドリー・ファンク・ジュニアとテリー・ファンクのザ・ファンクスを、はじめ、スタン・ファンセン。 テッド・デビアス、ティト・サンタナ、ジェイ・アング・ブラッド、ジャンボ・ツルダ、天竜・ゲン・イチローなどの選手が、当チのファンクス道場で、プロレスラー人生をスタートさせた土地である。ジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコ、ディック・マードック、ブラック・ジャック・マリガン、ディッキー・ロメロ、キラー・カール・コックス、キラー、カール・クラップ、ゴード・ン・ネルソン、スコット・ケーシー、ロード・アルフレッド・ヘイズ、ムース・モロースキー、サイクロン・ネグロ、 カール・フォン・スタイガー、ボビー・ジャガーズ、タンク・パットン、レイ・キャンディ、ボブ・バックランド、グレート・ソロク、高千穂・アキヒサ、佐藤・アキオ、ミスター・ポーゴなども当地区で活躍した。また、プロ野球独立リーグのアメリカン・アソシエーション、南地区に、加盟のアマリロソックスの本拠地となっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。